大人が英語を嫌なら竹内 English。 はい、今回は留学兄さん K おとじさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりですね。お久しぶりです、はい、前回もね、いろいろな留学についての情報をこのように発信していただいたんですけれども、今回は、タイトルにもある通りコミュニティカレッジって何なの、そして、はい、コミュニティカレッジおすすめできるのか、これについて聞いていきたいなと思っています。はい、じゃあ早速なんですけど、まずコミュニティカレッジ、まあ、結構森津先生もおすすめされることあると思うんですけど、何なんですか？コミカレは認識されてるのは、すごくこうレベルの高いアメリカの大学に行きたいんだけど、まずそこまでは行けないっていう人がステップとしてよく使う2年生のカレッジですね。アメリカの学院もですね、日本と同じで一般教養があるんですよ。で、専門の2年っていうのがこう2つで4年なんですけど、ここの2年を先にコミカレで終わらせてしまって、いい成績を保って専門をレベルの高い大学でやりましょうっていう、まあ、ステップスクールとかってよく言われたりしますね。だから4年生の大学に行く前にこっちに行って、こっちの方が簡単なんで、はい、入るのも簡単だし、単位を取るのも簡単だし、安いし、そうです、はい、っていうのでこっちで2年生やってから3年時に4年生大学に編入するっていう人が結構いるってことですね、うん、なんかよく調べると安いとか学費とか出てきますけど、はい、どれぐらい差があるもんなんですか？もちろん学校にもよるって言ったらあれなんですけど、でも基本的にどのコミカレも1万ドル前後年間でかかってくるっていう認識で、それこそトップのこうアメリカの大学行こうとすると、今で言うと本当4万ドルとか、高いところだったら6万ドルとか、まあ円で言うと本当700、800万いっちゃうんで、それを4年間やるってもうね、どこが行けんだって話じゃないですか。確かに確かに。っていうところを、まあコミカレ2年間さっき言ったように1万ドルぐらい、まあ生活費はするともうちょっといきますけど、安く抑えられるって言われてるゆえんですよね。だからね、アメリカ人でもそっちの道を選ぶ人いますからね、はい、あえてそういう風に行く人もいらっしゃったりするぐらいですね。あ、そうなんですね。そうです。だから外国から行く人が多いんですけど、もちろん、はい、そのね、中国だったり韓国からもよく行きますけど、そのアメリカで生まれて育ったけどお金ないよっていうのでそっち行ったっていう友達もいます。うん、じゃあまあ安いっていうのがとりあえず1個目のメリットで、入りやすいともおっしゃってたと思うんですけど、はい、どれぐらい入りやすいとか、逆にこれぐらいは英語力できてほしいとかってあるんですか？今の英語力に満足ですか？英語力を上げて転職、就活、留学を叶えよう。無料カウンセリングでお待ちしてます。コミカレも結構ピンキリなんですよ。僕の個人の意見ちょっと先に言うと、まずコミカレ自身はTOEFLの基準を求める求めないっていうのが学校によって変わるんですよ、うん、でも求めたとしても低いんです。なんかTOEFL45とかもうないに等しいぐらいの点数を求めてきたり、逆に60何歩とか求めてくるところもあるんで、ただ僕の個人的な意見としては、やっぱりTOEFLは取っていった方が僕はいいと思ってます。自分の動画の中にも結構言ってます。TOEFLから逃げるなっていう動画を出したりするんですけど、例えば学校側で何のテストもいりません、来てくださいっていうところ結構いっぱいあるんですよ。でそういうところ何が起きるかっていうと、入ってくる学生のレベルがまずピンキリなんですよ。誰でも入れちゃうがゆえに、そうです、もう英語全くできない人たちの集まりみたいな感じになっちゃう、はい、そうです。あのアメリカ留学行ってほとんどの人が諦めて帰ってくるんでしょって言われてるゆえんはそこです。留学斡旋会社がすごくいっぱいある中で、そういう誰でも入れるぜみたいなところにもうすぐに斡旋しちゃうんですよ、うん、あ、キックバックもらえるんで。なるほどなるほど。それで大量日本人が増えると、もちろん日本人コミュニティがすごく大きくなって、皆さん英語は最初できないんで、わかりますよね、もう行った瞬間に英語できない、どうしよう、あ、日本人みたいな感じでもうコミュニティできて帰りますみたいな、別の意味のコミュニティカレッジ。そうですそうです。あ、いい、うまいこと言いますね。なので僕はコミュニカリ行くにしても、やっぱり最低でも60ぐらいは求めてくるコミュニティカレッジに入った方が、そこでフィルタリングかかるんで、まあ、入れないんで、そこ取らないと。なので入りやすさで言うと、まあ、ピンキリですけど、僕のおすすめとしては60ぐらいを求めた方がいいと思います。なるほどですね、はい、あとはルートとしては、その語学学校行って、その語学学校が提携してるってとこも結構あって、はい、これぐらいの成績取ったらその語学学校でとか、あとはこのレベルのクラスに入ったらですね、うん、ここのクラスに入れたらコミュニティカレッジ自動的に行けるよっていうので、ただまあそういうとこって、そのクラスに行くまでは頑張るけど、そのクラスに入ったらもうマジで何も勉強しないとか、うん、もう学校行かないとかっていう、まあ、あれもね、僕はエスカレーター式もあんま好きじゃないんですよ、うん、あれも結構からくりがあって、うん、まずそこエスカレーター式で行くためには1年以上通わないといけませんとかっていう制限つけてくるんですよ。そうそうそう、なぜならお金欲しいからです。そうなんか僕からしたらやっぱ逃げな感じがするんですよ、うん、っていうよりはやっぱりトーフル、アイエルツやっぱ取った方がいいです、まあ、しかも1年いたらね、5年間滞在しないといけなくなっちゃいますもんね。そういうことです、はい、だからお金持ち層はそれで行っちゃいます、はい、ぶっちゃけ僕のだ周りのそのいた中国人とか韓国人も、まあ、お金持ちで英語は全然できないけど、うん、語学学校行ってもう勝手に上がってくんで、テストとか別にないんで、うん、上にこうどん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 上がっていって、その後コミュニティカレッジに、その提携してるコミュニティカレッジ行って、でそのまま UCLA 入って英語全然できないけど卒業していきました。いや、たまにいますよね。僕の通ってた大学でも提携してる語学学校があって、そこから上がってきた中国人の方が何名かいたんですけど、はい、驚くぐらい喋れないんですよ。
想像絶するぐらい喋れなくて、どうやってこの人いるんだろうみたいな人が何人かいたんですよね。お金です、うん、まあ本当言ってしまえばお金ですよね、うんうん、お金だったんですねあれは。まあ、基準がなかったらそうなりますよね、うん、このチャンネルはね武田塾イングリッシュですから、はい、しっかり英語力伸ばした上で留学してもらえるといいんじゃないかなと思うんですけど、いや絶対そうです、いいんじゃないかと、これじゃないそうしてください、はい、そうしてくださいっていうのと、まあ、ただコミュニティカレッジやっぱたくさんあってこう選びにくいじゃないですか、はい、そのピンキリっていうお話もありましたけど、はい、全部自分で調べるのとかもめっちゃ難しいと思うんですよ。なんで誰に相談したらいいのかなと思っていて、どうしたらいいんですかまず決め方としてはどういうふうに決めたらいいかっていうと、うん、自分の行きたい大学ありますよね、そこの同じ州であったりとか、もしくは州違ったとしても、まあ、うまくいく場合もあるんですけど、コミカル行って2年行った後に次の大学ですよね、また2年っていう時に綺麗にこう単位が移行しない場合が結構あるんですよ。特に州が変わっちゃうと、うん、制度が全然違ったりするんで、ってなった時にもう一回2年でもう卒業できると思ったらこっち3年になっちゃったとか、うん、よくある話なんですよ。なので行きたいまず大学ですよねは基本的にチェックしておく。でそこにこうつながりの強いやっぱりコミカレを探すっていうのが一つ、まあ、あとはあの、はい、僕自身あのアメリカの留学を担当してるんで、コミカレっていうところでもアメリカであれば基本的には大体どこでも把握してるので、はい、もし興味あるって方はぜひ僕の方に言っていただいても全然大丈夫です。え、どこからじゃ連絡したらいいんですか。概要欄に貼っていただけるんですか。概要欄に、はいはいはい、ホームページのリンクから申し込めば OK ですか。はい、あの僕の格安アメリカ留学っていうのもやってる、そこのリンククリックしていただいてゼムコール探してもらえればあのすぐ分かるところにあるんで、はい、はい、じゃあリンクをね多分貼っておきます。はい、ありがとうございます。多分さっきから結構危うくなもしねコメント欄に、はい、あの貼ってなかったらコメント欄で教えてください。よろしくお願いします、はい、でね英語力役に足りないよっていう方は武田塾イングリッシュの方でね無料カウンセリングやっておりますので、ぜひそちらに来ていただいて、TOEFL とね IELTS の対策もやっておりますので、ぜひお問い合わせください。ということで今回は、留学のプロのおとりさんに来ていただきました。今回は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。